タリスト&シンガーソングライターの森博人が2024年11月から自身3度目のワンマンツアー開催と2枚目のフルアルバムのリリースを発表した。6月9日、森博人のワンマンライブが渋谷 WWWX で開催。3月に行われたセカンドツアーからさらなる成長と進化を見せるライブで、アコースティックでのパフォーマンスからエネルギッシュなバンド編成でのパフォーマンスと今の森博人の全てを出し切り、未発表の新曲を含む全15曲を披露。今まで以上の圧倒的ギターテクニックと魂のこもったプレイで観客を魅了したライブは大盛況で終了。まさに新たな森博人が誕生したバースデーライブとなった。アンコールを求める拍手に応えて再びステージに登場した森博人は MC で11月に東京、大阪、名古屋の3カ所を回る新たなツアー開催を発表した。オフィシャル先行受付もスタート。今回よりチケットに額割りも導入されている。さらに今年の秋に自身2枚目となるフルアルバムのリリースも発表された。前作から約1年半ぶりとなるフルアルバムは多彩な音楽性が詰め込まれた、前作からも大きく成長を見せる作品となっている。ライブイベント情報。森博人サードツアー2024年11月8日金曜日、大阪梅田クラブふわとろ会場18時、開演19。2024年11月20日水曜日、東京渋谷クラブふわとろ会場18時、開演19。2024年11月30日土曜日、愛知名古屋スペードボックス会場16時15分開演17時、前売り4500円、 D 別前売り額割3500円、 D 別公演当日に23歳以下のお客様用のチケットになります。ご入場時身分証の確認を行います。身分証の確認が取れない場合、一般スタンディングとの差額1000円をお支払いいただきます。オフィシャル先行受付中、 URL https://wpia.jp/森山とツアー2024、 受付期間2024年6月9日日曜日19時、6月16日日曜日23時59分。